テルロシステインはアミノ酸の一つで、それぞれ即座中の酸素、硫黄、セリンをテルルで置換したセリン、システイン、セレノシステインのアナログである。天然の生物中には見られない。おそらく炭素との結合エネルギーが低いために、テルロシステインは基地の生物は持っておらず、そのためセレノシステインと比べると研究が進んでいない。一方、 アスペルギルスフューメガタス等の特定の菌類は、異様のない環境では、テルロシステインや、テルロメチオニンを、タンパク質に取り込むことができる。グルタチオイエストランスフェラーゼに取り込まれた場合、テルロシステインは、アミノアシル化を効率的に阻害し、グルタチオンペルオキシダーゼの効率を高める。L、テルロシステインは、テルル元素を水素化、トリエチルホーソリチウムの存在化。 テトラヒドロフラン溶媒中で、メチルマイナス2、アミノマイナス3、ヨードプロピオン酸と反応させることで得る。生成した赤色の油分をアルカリで処理し、さらにクエン酸で処理して、pH4.0 にする。ろ過して乾燥すると、橙々色の個体が得られる。ありがとうございます。